ドラフト13番目、この選手の当たり率わらわら。過去10年のドラフト2位の1番目に指名された選手から、シーズン終盤に無理やり最下位になってまでその権利を取りに行く価値はあるのかを考えてみた。2022年、金村翔馬、2021年、徳山聡馬、2020年、源健太、2019年、吉田大輝、2018年、太田光、2017年、藤岡雄大、2016年、黒木雄太、2015年、吉持亮太、2014年、風張蓮、2013年、浦野博士。なんか微妙じゃね。なんとも言えないメンツ。いや普通にハズレやろ。下手したら1位だった選手たちなわけだし当たり率低すぎる。13番目にいい選手ってよりは各球団の補強ポイントなんかね。オリックスとか大学4番の巻き残ってるのに現行ってるしな。大成したような選手はおらんのやな。レギュラー格は何人かおるけど大成とまではいかんな。今年は中日が1番手か、どうなるかな。めちゃくちゃいい位置なのにスター不在なんやな。1位ですら当たり率は意外と低いからな、ドラフトって面白い。微妙すぎるやろ。